ぬかた町、ぬかた町は愛知県のほぼ中央、ぬかた郡にあった町。1956年、昭和31年、豊富村、宮崎村、形屋村、下山村、一部の4、村が合併し調整志向。2006年、平成18年1月、岡崎市に編入。古くから、 源氏や足利市などの豪族と関わりの深い土地であり、天文寺などがそれの代表である。製造品出荷額、2002年は1023億6209万円。工業統計で、主な産業は、輸送機器、金属製品、食料品、養業土石である。矢作川水系の内男川流域は、辺馬岩系、北部の大川流域は、加古岩系で、 前者の桜井寺には、定石工業が、お塚流域の形や、下山地区は、花崗岩採掘、石道路加工などが盛んである。林産物で、磨き丸太、干ばつ材活用品、椎茸などの生産品がある。現在では、現地ボタル保全から旧鳥川小学校の校舎を、使い鳥川ホタル保全会が、環境保全活動をしている。ぬかた工業団地の造成により、 製造業の発展も見られる。旧町域の約9割が産地であり、人口は2005年国勢調査時に9103人。観光拠点に、暗がり渓谷、石原、香原渓谷、桜形、大田の森、夏山、木沢、岡崎市子ども自然遊びの森ワンパーク、淡淵、愛知県野外教育センター、一千万町、元宮山などがあり。 一千万町かやぶき屋敷も2014年3月まであった。また、地上デジタル放送送信設備とヨハシ中継局が町内の本宮山山頂にある。東西 13.1km、南北 15.0km のほぼ平行四辺形型をしている。面積は 160.25km。三河山地の南西部に位置するぬかた町は、 岡崎市の東部を占める地区であり、名古屋市から約46キロメートルの距離にある。西から時計回りに、岡崎市、豊田市、新城市、豊川市が隣接する。長北部を流れる大塚川、長南部を流れる男川、いずれも大川の二つの河川を中心に22の河川が存在し、それによって谷底平野を形成している。それにより山の斜面は急になっている。 町内の河川は一部区域を除いて男川漁業、共同組合が漁業権を持っている。町の全域が、三河高原からなる山林、森林で過ぎ、ヒノキ、松などの新葉樹の微林が多く、町の西部から東部に向かって丘陵が続き、町の最東部には、ぬかた町最高峰、本宮山、標高789メートルや一千万町地区の、ともえ山、 標高719メートルなど著名な山が存在する。これにより河川は必然的に西に流れ、流路は東西方向になる。その流域には集落が点在したため、道路も東西交通路が古くより発達した。長北部の大沼街道、衣街道や南部を通るサ手街道はほとんど東西方向の街道である。また大アザれ山には宇津木坂と呼ばれる。 自然地名がある。町内での産地の面積の割合は約87%。それ以外の土地は住宅地の他に水田や畑として使われている。高地面積は 7.49km で全体の4.7%であり、そのうち水田が全体の3.6%畑が全体の1.1%である。主な農産物の生産は宮崎茶。 茶屋一千万丁のこんにゃくこんにゃく、花木、果樹、桑などを栽培している。道路の胸部など道路状況が悪い箇所が多く、岡崎市街と比べると交通が不便で、子供や若者の流出による人口減少、過疎が進展している状況にある。お塚か水系、男川水系、 その他、例年、年平均気温は、摂氏15.2度、最高気温は、摂氏32度、最低気温は、低摂氏4度、年間総降水量は1750ミ、mm、リメートル、ほどである。年平均降水量、旧建設省豊橋工事事務所調査。室町時代や、戦国時代に、ぬか谷比金城など多くの山城が建造され、 ぬかた山大合戦と言われる飢き合戦、宇山合戦、滝山合戦などの大きな戦いも起こった。奥平市には、奥平市の重心十二矢のうち六矢がぬかたに在住した。町内には、多くの寺院、神社があり大和片寄せあ山下の天温寺にある三門、仏殿は国指定の重要文化財。他にも多数の仏殿などが、県指定文化財に指定されている。 旧町域には中世以前本郡であった地区、代々、宇山、河辺、土地原がある。歴代町長、諸姉妹都市定携等を結んでいる地方自治体は存在しない。製造品出荷額2002年は1023億6209万円。工業統計で主な産業は輸送機器、金属製品、食料品、用業土石である。 町の業種別工業出荷額の推移、医療消防、岡崎市消防本部、自治。その他、郵便庁内全域では、簡易水道を使用し、水道水を供給している。建設は桜形地簡易水道に始まり、南部簡易水道、宮崎簡易水道、夏山簡易水道、安久簡易水道、北部簡易水道が完成し、使用されている。 男川水系水道施設概要を使わ、水系水道施設概要。小学校は、豊富小学校を除けば児童数は少ない。ぬかた中学校に全児童が入学する。近隣の通学範囲内にある生徒を除き、学校に併設された寮、岡崎市立ぬかた中学校寄宿舎、通称吉野部寮に入寮する。中学校、小学校、保育園。 町内に鉄道は走っていないため、自動車、バスが主な移動手段である。高速道路、都市計画道路、一般国道、主要地方道、一般県道、主な林道、名鉄バス、町バス、国指定文化財、県指定文化財、町内に残っている城市、城石の形状は山城や丘城で、ほとんどが室町末期に増築、使用された城である。 旧豊富村、旧宮崎村、旧慶屋村、旧下山村。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。